こんにちは、シャイニージムです。今日はですね、新たな企画ということで、ちょっと皆さんとね、一緒に、この企画を進めていきたいと思うんですけど、題してですね、こちらですね、筋力&筋肉向上プロジェクトということで、あの頃の力を取り戻そうっていうね、スポーツ引退した人とか、まあ昔は筋トレしてたんだけど一回やめちゃってもう数年経ちますっていう人が、もう一回筋トレ始めたらどれぐらいのペースで体力が戻っていくのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。で、今ねこの3人は毎日筋トレし続けているので現役なんですけど、こちらにいる女性はね、4年ぐらい前までちゃんとトレーニングしてた、4年間トレーニングしてなかったっていう状態なので、このね僕の奥さんですけど、昨日家族会議で力を取り戻したいというふうに言われたので、ついでにやっていこうという話なんですけど、まずはカウンセリングと昔の状態と今の状態がどう違うのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。現役時代の、コンテスト出てたんだよね。コンテスト出てた時の、体重とざっくりした体脂肪率っていうのが、まず体重が46.4キロで、大体 10% ぐらいですね、はい、体脂肪率。女性だったら大体 10% ってなってくると、その時は 41.8 キロの女脂肪体重って言って、脂肪以外の体重があった状態ですね、現役の時。それぐらいの、筋量、それがいわゆる筋量になるんですけど、それぐらいあったっていう感じだよね、はい。で、現在昨日聞いたら、今 47.6 キロでもう あとちょっと1キロで仕上がるよねっていう話だったんだけど、体脂肪率が 30% あるっていうことなんですね。脂肪以外の体重で見ると33キロしか今はないです。だから 41.6 キロ現役の時はあった筋量が今 33.3 キロに落ちている状態で、これっていうのは 8.4 キロ落ちたことになります。で、脂肪はその時コンテストに出てたバリバリの時より9.6キロついてるから、結局は体重は変わらないんだけど見た目は全然違う状態になるっていう感じだよね。まとめると今どういうことが起きてるかっていうと、 8.4 キロの筋量が落ちて 9.6 キロの体脂肪率が増えてるんです。このバリバリだったステージに立った時点からゆっくりそうなってきたって感じで、結果として同じ体重にはなってるけど体がでかくなっちゃってる。そうなんです。服が入んないんだもんね、その時は。今写真パッてこう現役の時の写真を出してもらってると思うんだけど、細いんですよ今よりっていう話なんですよ、逆に筋肉があった方が。でもう一個写真ちょっと出してほしいんだけど、その現役の時の減量する前の写真もあると思うんだけど、これが今と今より7キロ重いんだよね、だから、その時は54キロで体脂肪率が 24% だった。でいつもだったらその辺から7キロ減量して46キロでちょっとバキバキの状態で出てたわけですよね、はい。だから今回どういうことを目的にしようかなっていうと、これダイエット一切しない、今のこの体組成の中に筋肉を7キロぶち込もうっていう感じにしていきます。そうすると減量する前の状態に戻ります。減量する前の54キロで体脂肪率が 24% の状態に戻ります。でそうするとさっき言ったように7キロ増えると逆に体脂肪率が 30% が24キロになってるわけよ、脂肪が減ってないのに。そういう方がまずはいいのかなっていう僕のおすすめのやり方、っていうのもやっぱダイエットと並行して筋トレしても効果が薄れちゃうんですよね。だから今まで通り自分が作ったご飯を食べてもらって、でたまに外食もいいし何でもいい、今までの食生活の中に筋量を7キロぶち込んじゃいましょう、はい、っていう話です、これでも通常無理なんですよ、7キロ筋肉増やすって。ただ彼女の場合はマッスルメモリーっていうか、一回 DNA の中に7キロ筋量ぶち込まれた状態が記憶されてるから、戻るんじゃないかっていう可能性があるわけですね。これをクリアすることによって 7.7 キロ体重は増えるんだけど、結果的にサイズはね、その減量する前の写真見たら分かるんですけど、メリハリのある感じに戻ってます、っていう感じを目指していきたいなっていう感じで。だから通常ダイエットと並行してやるんだけど、現役を退いた選手に関しては筋量をまず取り戻す方が早いから、そっちを優先してやっていこうっていう計画ですね、でどれぐらいで戻るのかなって自分の予想なんですけど、まず2ヶ月で3キロぐらい戻ると思います。土台のマッスルメモリーの土台の部分、最終的に2年2ヶ月ぐらいでおそらく全部戻るんじゃないかなって思います。わかんないですけど、それは筋トレ次第になってくるんだけど、一番効率よくやればそれぐらいで戻るんじゃないかなっていう予想になります。鍛えてたもんね、多分ね、あの体だとね。
うーとか言いながらやってたでしょ。うーとか言いながら毎日やってたと思う。うーとかあーとか補助ついたりとかまっすぐな人たちに囲まれてやってたわけじゃん、はい、いつも一緒に仕事してるから毎日準備できてるからやるチャンスは毎日あるわけなんですけど、まあ3回ぐらいやったらできる、週3ぐらいやったらできる。だから3分割にします。分割1としては胸、背中、お腹で、分割2としては肩、二頭、三頭、3分割目としては四頭半分硬い、これでやればいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、じゃあちょっとね、自分 の数値からの事実だけよりも話したんですけど、なんか自分の目標とか自分のこの何かありますか。あと1キロで仕上がっちゃう体重っていうのが全然信じられないぐらいの体型になってしまったので、うん、今まではそのずっとサイズのとにかく XS を買えばよかったんだけど、うん、でもそれどころか今ちょっと S とか M とかになっていて、うん、体重は減ってて、うん、なんだけどサイズだけ上がってしまってるから、うん、ちょっとそこをどうにかしなければいけないなという。これ写真で確認してるから分かると思うんだけど、だ今回のミソとしては7キロ体重増えてるのに細くなってるってことなの、うん、見た目としてもサイズとしても、そこの可能性をちょっとね示してもらいたいっていうのがあるんで、皆さんもちょっと何かあったらどんどん、なんか質問とかある、このなんか意外でしょ、7キロだけ筋肉を増やす経過って。そうですね、こんなのやってる人いないと思う。これ仕上がった体によっては、うん、またステージに立つとか可能性はありますか。あります。ありません。ありません、はい、これ大変なのよ。こっからさ、まずベースの状態に戻すじゃん、そっから7キロまた減量しなきゃいけないの、うん、だからそうすると今2年2ヶ月ってなってるけど、これプラス半年ぐらいかかるから3年ぐらいかけないと多分元のステージに立つことはちょっと難しいのかなっていうふうになるから、そこまで集中力持つかなっていうのはあるよね。まずは息子に腕がね、筋トレしてた頃は硬いねって言われてたのが今ふわふわだねって言われるようになっちゃったのでちょっとそのふわふわじゃない状態、表現がね、なんか子供らしくていいよね、うん、とりあえずはそこでちょっと筋肉ね、筋トレしてるんだなって分かるぐらいのシルエットまで戻りたいなって。じゃあ今日早速実技やっていくんですけど、分割1、分割2、分割3、どこの部位から始めましょうか。やっぱり一番ふわふわだって言われるのは腕なので、じゃあ肩2頭3頭から始める感じでいいかな。はい、はい、週3頑張るので、はい、トレーニングは僕が指導します。僕も興味があるので、どれだけ筋肉が戻るかっていうのと、うん、まあ人にね伝える、技術もちょっと向上していかないといけないので、まあ、お互い協力してやっていきましょう。でスタッフの方々にはやっぱりバンバン言ってほしいんだよね。あ、なんかでかくなりましたでかくなっちゃいけない。これミソは体重減っちゃいけないってとこなの。純粋に 7.7 キロだけ筋肉を増やすから数値としては体重増えてるわけ、でも見た目としては細くなってるっていう現象を実現させるためにやってるから、逆に言うと今までは食欲なかったと思うんだけど、筋トレすると食欲出ちゃうのよ。だからあたかも減量してるかのような感じになっちゃうかもしれないけど、食ってるエネルギーは一緒だから、ちょっとお腹空いちゃうかもしれないけど、まあ、そこら辺はね。プロテインは飲んだ方がいいですか。プロテインちょっと飲ませようかなと思って、その飲ませようっていうか、やっぱりマッスルメモリーを持ってる人はマイナスの状態から始まってるじゃん。だからそのマイナスをまず通常の状態に戻すまではプロテインが必要だと思う。でそっからはいらないと思う。例えば俺とかはさ、もうマックスでやってるわけじゃん毎日、うん、だからもうこういう伸び幅なのよ、うん、そういう人にプロテイン入れてもあんま効果ないんだよね。だけど一回やめた人に関してはここのラグを埋めるためにプロテインが多分必要だと思うから、まあプロテイン取りましょう。今日アマゾンでポチります。はい、今日ポチります。一番おいしいのお願いします。そうだね。だからまあこれは忖度抜きで、おいしいのはあれだから今度それもしますけど、とりあえずおいしいプロテインで やりましょう。そこは同じだから。というわけでじゃあ早速お願いします。やってみましょう。はい。